どうも皆さん、おはようございます。スペシャルハリケーン、ブラックフェザー全部吹き飛ばすリュウです。さあ今回はですね、アテムの新しいスキルが追加されまして、新しいというか、既存のスキルだったんですけども、やっと待望の、闇遊戯さん、アテムさんに儀式の使い手が追加になったんですよ。これで何が起きるかっていうと、今まではこの儀式の使い手っていうのがペガサスとかなんかアスカしか持ってなかったんで、ペガサスとかでなんかカオスソルジャー使うっていう屈辱のデッキになってたんですけども、この世で一番気に入らないパターンのデッキのあれね、なんですけども、アテムさんに儀式の使い手が来たことによって、アテムさんでカオスソルジャー出せるっていう、これ何がいいかっていうと、召喚ムービー見れます。おめでとうございます。遅いけどね、これ一生言ってたんで、カオスソルジャー早くよこせっつって、儀式の使い手よこせっつって、闇遊戯さんに。これ遅いんですけど、まあ来てくれただけありがたいですね。はい、まあギミックとしては今までのカオスソルジャーとあんま変わんなくて、ちょっと10代くんの力を借りまして、まあ、10代くんの力でもないんですけどね、これね、墓地送るだけなんで、10代くんの力でもないんですけども、まあ、10代くんの力を借りまして、この、挑戦者の魂とか、墓地送って、開闢持ってきて、で、開闢となんか、闇属性レベル4のモンスターとかで、儀式召喚して、カオスソルジャー出していくっていう。挑戦者の方がね、デッキと手札から、素材を送れるんで結構強いと。で、今まではですね、赤いキツネ、ムーンライト、クルムゾンフォックスっていう、あれ入ってたんで、まあ、結構強かったんですけども、あいつリミット、まあ、収穫されましたんで、牢獄にぶち込まれましたんでね、この間のリミットで、実は、リミット2になったんですよ。だから入んないんですけども。だから、なんか、ネオスフュージョンで落とせる、強いカード1枚ぐらいあった方がいいかなと思って、タックルセイダー1を入れていきますと。これは闇でも光でもないんで、カオスソルジャーとのシナジーは何にもないんで、まあネオスと寝るだけってことですね。ネオスとタックルして忍者でタックルしてもらって、相手のモンスターを裏側にしたりとか、ネクロバレーを戻したりとか、そういう使い方するって感じですね。あとあれ、魔導陣戻したりとか、まあ、そんな感じです。で、カオスフィールドがやっぱめちゃくちゃ強いので、これでカオスソルジャーをサーチしたり、カオスソルジャー1体でいいんで、別に墓地からも出せるんでね。なんで、1体は暗黒騎士ガイアにして、このディザーズと一緒にこう墓地を送って罠耐性をカオスソルジャーにつけるっていうことをできるようにしていますと。で、コズミックサイクロンはガン詰めにして儀式の使い手ができるようにしていますっていう感じですね。早速カオスソルジャーのすげえかっこいい召喚ムービーをね、見ていきましょう。デュエルスタンバイ。やっとだわ。いやー、待ったよ、待った。これハンド読めな、俺はセット。待ったよー、これ待った。カオスソルジャーをアテムさんで使える日を待ちわびました。我々デュエルリンクスミ、闇遊戯親衛隊、闇遊戯親衛隊、なるほど。やっとですね、ほんとやっとの思いで、カオスソルジャーを闇遊戯さんに使いますんで、儀式の使い手っていう最強スキルが来たんでね。今まではね、ディスティードローっていうすげえ頑張ってなんか2000減らさないとできなかったんですけども、使い手っていう最強スキルでコズミックサイクロンぶち込んで、今この手札に来ている全然いらないネオスとかを戻すよね。いけますから。あ、ちなみにネオスも一応光属性のレベル7なんで、ディザーズと一緒に儀式できるってのは強いです、非常に。あ、やばい、5000やばい。これさすがにもう一回連打することはできないよね。ディステネドローかもしんねえし。はい、バトルフェイズ、はい、ネオステージ OK。 あとはだから、あの癖カード除去できるかどうかあんねんな。あの癖カード除去できるか。ああ、なるほど、これはまあ強いか。まずとりあえずですね、挑戦者の魂の効果により、開闢持っていきましょう。これがやっぱり安定的に開闢を持ってこれるって非常に強い。これなんだろうな、ここで反応するのか。なるほど、コズミックサイクロンとかそっち系ですかね。デモンズチェーンとかあったら嫌だな。で、カオスフィールドの効果によって失踪してくるよ。暗黒騎士ガイアが失踪してくるよ。
からの、これどっち除外するかだけど、これ普通にさ、もう対象取れないんで、フェイバリットつけられてるとね、でフィールド魔法があると。なので、ですね、これまずバック除外めちゃくちゃしたいですけども、これバック除外すると勝てないんで、これ除外するしかないですね。これ除外するしかない。でこれ除外するしかなくてですね、でスキル発動して儀式の使い手でも全然やらない。お前帰れ帰れ、お前は。で魔法カードクルーでですね、ここでもうあとは着地できるか否か。セットして、なるほど、これもコズミックサイクロンかなんかじゃないかな。コズミックサイクロンっぽい気すんだよな。開脈、手札開脈、手札開脈、闇属性なんでもいいな。あ、一応混沌回収できるかもしんねえから、一応これあれしとっか、混沌落としとっか。でこれで、ね、着地通るか問題なんだよな。これ着地通るか問題でしかない。ただマジ通ってくれ。一つの魂は光をいざない、一つの魂は闇を導く。やがて光と闇の魂をカオスの光を作り出す。カオスソルジャーコーリン、かっこよすぎ、かっこよすぎ。そしてカオスソルジャーのモンスター効果発動、貴様のフィールドのモンスター一体をゲームから除外する。カオスブレード、疾走の暗黒騎士ガイアを召喚。頼むバトルフェイズ、ゆうけスパイラルシェイバー、うおー、カオスブレード。10代まだまだ甘いぜ。これが ATM の実力対戦。あ、出した。さあお相手の方、お虚無の波動なんだこのスキルは。ユニットがゼロ枚の場合ね、インフィニティが伊達上がる。なるほど、なかなかの、なかなかのスキルですね。これインフェルニティですか。インフェルニティね。ネオスフュージョン発動し後、さあネオスフュージョンの効果によって10代力を貸してくれ。エレメンタルヒーロー誰とでもネオスと、幽霊を墓地送って、で魂効果発動、挑戦者の魂はゲームから除外することによって手札に開脈の騎士を加えることができる。これが最強ターン終了。これがやっぱり強いですね。その開脈を手札に加えれるっていうね、安定的に。これがやっぱりね、ネオスフュージョンのいいところ。なんだかんだやっぱカオスソルジャー使うんだけど、ネオスフュージョンいるんだよな。これなんか愚かな埋葬1枚くらいくんねえかな。なんか愚かな埋葬マジで欲しくない。1枚なんか誰かのレベルアップマックス報酬で愚枚1枚だけくれるっていうさ、可能性ないかな。ないか、強いか、さすがに愚枚は。なんかね、いろいろね、なんか悪さしそうではありますけどね。まあ1枚くらいだったらいいんじゃないかなってちょっと思ってるんだけど、どうなんでしょうか。いいかな、墓地小屋しは確定で。何でも落とせるしね、結構あのオーバーテックスゴアトルスとかああいうのも落としますよ。上級モンスターでも混沌やばい、超強いのきた。儀式できんな、儀式できんな。儀式できないのうざいな、儀式できないのうざい。なんだこれ、ブレイブネットの効果、インフェルニティナイツ、手札2枚捨てて蘇生なくいたな。そんなやつ、そんなやついたな、そんなやつおりましたね。ビショップとネクロマンサー、ネクロマンサー強いな。ネクロマンサーはさすがに強い。ネクロマンサービショップも墓地入れると、ちょっと手札ハンドレス状態の時強いんだよな。確かビショップなんか除外するとか破壊免れるみたいなやつ効果あるよな。ナイトは今どうでもいい。はい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 、オッケー。でネクロマンサーが墓地から蘇生するやつやな。なるほどね、はい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 。で、ビショップが、墓地除外すると、そうだね、破壊されることを免れる、OK。で、レベルがめちゃくちゃ高い。ね、打点高いな。竜魔道来た。竜魔道は来た。なるほど。儀式を持ってくる、まず。まず儀式持ってきて、これはトラップ受けない方がいいかな。これはね、開脈付与するよりもトラップ受けない方がいいと思う。あのディザーズパターンですね。これでディザーズと、これだけ一応ね、ディザーズで罠耐性を付与するか、開脈で攻撃耐性を付与するか、選べるように作ってあるんで、手札めっちゃ多いな、そして。これ一応ね、そういう風にデザインしてあるんで、
挑戦士の方が発動。手札および墓地よりカオスソルジャー儀式モンスターを降臨させる。俺は手札に存在する失踪の暗黒騎士がや、そして儀式魔人ディザーズを墓地に送り、史上最強の儀式モンスターを降臨させるぜ。一つの魂は光をいざない、一つの魂は闇を導く。やがて二つの魂はカオスの光を作り出す。カオスソルジャーオリン、かっこ罠聞きません、かっこ罠聞きな聞かないやつ、インフェルディブレイク聞かない、インフェルディブレイク聞かない、これ破壊するやつだな、めちゃくちゃ強い。そのインフェルディブレイク聞かない問題最強で、ネオス、およそ全くロマンのない場面になりますけど、およそ全くロマンのない場面なんですけど、でこうしていくで、バトルしていく、とりあえずこっちぶん殴っていくか。さあこれはどうする、これはどうする、罠は効かんぞ俺様に、罠は効かない。さあこれはどうする、これはどうする、ビショップ使うか、ビショップ使うか、ビショップ使わんと死ぬぞ。なるほど、オーケー、やるぞ。でこれでぶん殴っていく、でこれもビショップは使わない。さあインフェルニティフォース、攻撃も破壊するやつだ、これな、攻撃対象選択されて破壊するやつ、はい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 、それも効きません、それも効かない、強すぎる、なんだこのカオスソルジャーは、強すぎるぞ。相手の盤面を一掃したぞ、めちゃめちゃ強い。何が強いって、ディザーズが強い。カオスソルジャーである必要性は特にない。ネクロマンサー守備になる。さあネクロマンサーで墓地から蘇生する、何を蘇生する、デーモンいないだろ墓地に、デーモンでガンかないだろそれ、デーモンでガンでビートルでトリシューラかできんだろう、レベル3にたい、なんだケルビーにも出すか、おい。これがカオスソルジャー、いやディザーズの力、対戦ありがとうございました。さあお相手のとお出た ATM 対決、来ました ATM 対決、ソーラーエクスチェンジ、なるほどソーラーエクスチェンジ強い、ソライクマジ強い、やばい、初手ソライクから入られると結構つらいな、ライドラフシンライディング落ちていく、いやーこれちょっとはね、あでもね意外とねエバリーとかはねいけんだよね、融合、なるほど面白いカード入ってんな、エバリーとかは多分いける、開脈を付与してカオスソルジャーが除外するから多分いける、エバリーとかは割と強いと思う、対象に取れないモンスターじゃなければ、サイフレーム出てきたらもうしょうがないから守備表示出すとかいう、そういう意味やからあのプレイングするけど、マジカライズやばい、何マジカライズやばい、なんだこれ、キャバリーか、キャバ、キャバ強いな、キャバ打点いくつ、キャバ打点いくつなんだこれ、沼地と棋戦士とかやばいな、これキャバ対象取れなくなるのマジでやばいな、ブラックキャバリー OK、 打点いくつ、3000はやばい、これどうすればいいんだ、タックルセイダーも無効にされる、使えね、くそ両方とも引くなやマジで、であえてさ23万にしてんだからさ、来んなよお前ら、カオスフィールドでサーチするさモンスター2枚ともからバスターモード2枚引くみたいなもんだからこれね、あーこれまあでもタックル落としも意味ねえからな、挑戦士で、ネオスフュージョンしていくで、挑戦士除外して、体改革持ってくる、儀式できるんだけどな。混沌のあの混沌の戦士って対象取りますあれ、対象取んないじゃない多分ね、あれ多分対象取んないんじゃねえか、ワンチャンネクロフュージョン対象取るか、混沌の使者、いやさすがに対象取るな、あれ多分アレイさんみたいなもんだから、やばくない？
それはやばくないそれはやばくないっすか、それやばくないっすか、それはやばくないっすか。あーなるほど、儀式の使い手、使い手で魔法を持ってくる、魔法を持ってくるで、混沌の爆発をする。止めてくれ頼む、止めてくれ、止めろや、止めろよ、止めろやマジで。挑戦士の方が撃つ、挑戦士の方が撃つ、挑戦士の方が撃ってパラディン、うわ最悪。なるほど、なるほどね、これはおいふざけんなよマジで、ふざけんなよ。これ初手タックルやったか、これ初手タックルやったやつや。混沌の使者があるみたいな顔して殴ろう、混沌の使者があるみたいな顔して使者の主人公力で敗北しました。